の塔が沈黙しました。いかがいたしましょうか。おいしい。あとのやらがどこまでやれるか見てみるとしよう。承知いたしました。かつてこの地上に栄華を誇った理想郷イース。しかしその繁栄は長くは続かなかった。イース誕生とともに作られた黒い真珠と呼ばれる魔法の玉は人々に多くの恵みをもたらしたが、同時に恐るべき魔力を持った邪悪な魔族をも生み出してしまったのだ。暴虐の嵐が荒れ狂い、人々の悲鳴が地に満ちた。イースは滅亡の危機に瀕した。その時イースを統治する二人の女神と六人の神官は最後の力を振り絞って人々が逃げ込んだサルモンの神殿を天空高く昇らせた。神殿が消え、二人の女神が消え、やがて魔族も姿を消した。イースは束の間の平和を取り戻した。だが地上に残った神官たちはこの平和が仮初めに過ぎないことを知っていた。そこでいつの日かイースに真の平和が蘇ることを願って6つの章に分けたイースの章それぞれの子孫に託した。この6冊の本を揃えた勇者こそが地上に輝かしき平和の火柱を打ち立てる鍵となるのだ。そして今エステリアと名を変えたイースは待望の勇者を得た。彼の名はアドル・クリスティン。冒険という名の魔法に魅入られた少年。We'll be right back.
やめろ、ダレス！何もしてやれなかった。みんなが石に変わってゆく時も、マリアが処刑されようとしている時も、僕はただ傍らにうろたえるだけだった。何が選ばれし勇者だ。こんな無力な僕に何ができるというんだ。フィーナ、教えてくれ。でも僕は。アドル、よく聞いてください。いよいよ最後の戦いの時が近づいています。運命の試練に負けてはいけない。孤独な戦いに打ち勝ち、人々の顔に微笑みを取り戻してあげて。私たちには剣士のあなたが必要なのです。地下の中枢部へ来てください。早く私たちのところへ。アドル、急いで。アドル、早く。アドル、アドル。それともフィーナのため。
わからない。けれど一つだけ確かなのは、今という瞬間に真っ向から立ち向かい、決して逃げてはいけないということだ。アドル、フィーナ、よかった、封印が解けたんだね。アドル、よくここまで来てくれました。どんなに会いたかったことか。さあ、そのクレリアの剣にイースを結集した力を与えましょう。あなたならやれるはずです。私たちも一生懸命祈ります。すべての災いの元凶、黒い真珠を破壊してください。あのダームも黒い真珠の分身に過ぎないのです。
僕は勝ったんだ。アドル。フィーナ、やっと会えたね。あなたのおかげでイースに真の平和がよみがえりました。ありがとうアドル。あの時のこと覚えてる？ほら、神殿の地下であなたに助けられた時のこと、あなたに初めて会った時のこと。フィーナ、短い間だったけどジェバの家で過ごした日々はとても楽しかった。みんな優しくて温かくて素敵な人たちばかりで、その時にね、自分の知らない世界に素晴らしい人たちが生活してるんだなって思った時、なんだか全てが分かったような気がしたの。イースはもう過去の国になってしまったんだな。あなたと出会えたことが一番嬉しかった。あなたとは初めて普通の女の子として話すことができたような気がしたから。もう全て終わったんだ。普通の女の子に戻ったっていいじゃないか。いいえ、私にはこの世に二度と魔法が蘇らないように、平和がいつまでも続くように見守っていく使命があります。私、あなたに会えて本当によかった。さよなら、アドルさん。フィーナ！アドル、時々でいいから思い出してください。私のような女の子がいた。